皆さんこんにちは。このコーナーでは今週の介護にまつわるニュースを3つピックアップしてご紹介していきたいと思います。動画が少しでも役立つと思っていただけたらチャンネル登録、いいねもお願いします。今週のニュースはこちらです。1、介護の自己負担増加許されない。2、配偶者がいないと認知症のリスクがアップ。3、訪問先の女性殺害、懲役13年の判決。1つ目のニュースがこちらです。認知症の人と家族の会、全国労働組合総連合などの団体が参議院議員会館で集会を開催しました。自己負担の引き上げは次回の介護保険改正の議論で最大の焦点となる見通しで、財務省は制度の持続可能性の確保、現役世代の負担軽減を求めています。集会では高齢者の自己負担引き上げに抵抗する方針を確認、またケアプランの有料化への反対も要望書に明記をされました。毎回ではありますが、次回の介護保険改正の動向も注視が必要です。2つ目のニュースがこちらです。富山大学は高齢者の婚姻状況と認知症には関連が認められるという調査結果を公表しました。調査は2014年に富山県内の65歳以上の方を対象として実施をされ、無作為の1303人が参加をしたもの。これに追加の分析を加えたとのことです。調査では配偶者と一緒にいない高齢者は配偶者と一緒にいる高齢者と比べて認知症のリスクが 1.71 倍、脳卒中のリスクが 1.81 倍高くなり、配偶者がいない理由の 88% が死別とのこと。報告書では配偶者と死別をすると生活習慣が悪くなる、死別は人生において最大のストレスとされ、精神状態が悪化しやすくなると言われています。死別に対するケアも非常に大切です。3つ目のニュースがこちらです。訪問介護の利用者の女性を介護職の男性が殺害をした事件の裁判が行われ、判決が下りました。事件は昨年発生をしたもので、被告人は訪問介護先のマンションで ALS 患者の女性の首をネクタイで絞め窒息死させたとして殺人の罪に問われています。またこの事件は被告の男が自首をして発覚をしました。名古屋地方裁判所は精神障害で善悪を判断する能力は弱まっていたと指摘をする一方で、自首をしていることから違法性は認識をしていたと被告人に責任能力があったことを認定、求刑懲役14年に対して懲役13年の判決が言い渡されました。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。また介助術に特化したサブチャンネルも開始したのでご登録お願いします。ご相談は LINE まで、概要欄からでもご登録できます。それではまた次の動画で、さようなら。